なるのか5番の小田はどう仕掛けるか、ロープを投げまして競争スタート。さあまずは5番の小田、1番の坂本、両者が前取りへと出ました。1番の坂本周一が誘導員との距離縮めます。5番の小田翔吾2番手、2番の小川雄一が差を詰めていきまして、6番の坂田翔馬で四国勢の並びが出来上がりました。4番の木村光輝が5番手から先頭位置まで車を進めていきそうです。高校の2社が近畿勢、3番の小松原雅人、7番の中澤英一の2社です。4番車木村が正攻法のポジションへと入りまして、2対3対2一本棒となりました。2周回目と入ります。その4番の木村、初日気合の入った先行でアピールいたしました。追走1番坂本周一、今日は目標があります。5番の小田は3番手からの組み立てです。さあ3分線で初手中段位置、先制パンチも考えていくんでしょうか。予選の小田は流れに乗ってまくったものの、3コーナー番手の外、足いっぱいの6着でありました。2番の小川雄二、前の小田がどんな仕掛け方、タイミングで発進しようとも盾があります。しっかり追っていきたいところ。復帰戦6番の坂田翔が駅弁勢の後ろを追っていきます。そして高校2社の近畿ラインです。3番の小松原、初手は6番手です。青番周回3周回目に入ります。昨日の小松原は先行しまして3番手マクに敗れました。最終バックを取れませんでした。追走7番の中澤英二です。1センターから2コーナー回っていきます。2対3対2と分かれた3分線です。4番の木村が先頭、5番の小田は中段3番手、そして6番手から3コーナー動きを見せた3番の小松原、7番の中澤の近畿勢です。近畿コンビがじわりじわり車を進めていきます。2センターから4コーナー回っていきます。さあいよいよ勝負どころ4周回目に入るところ、前段まで車を進めていきました3番の小松原、4番の木村を抑えました。中国ラインは車を引いて、今度は5番の小田からの四国勢が上昇していきます。さあ2コーナーからバック、5番の小田がまずはジャンで先手を打っていきます。3番の小松原車を切って、今度は4番の木村が仕掛けていく。さあ5番の小田踏んでいきますが、一旦はどうやら中国勢を出しまして3番手キューブに回りました。これで3番の小松原後手に回りました。6番手です。最終周回の1コーナーから2コーナーへと向かっていく。3番手5番の小田は車間を切りつつ、さあ1番の坂本が番手で、その小田の仕掛けにタイミングを合わせようと睨みを効かせています。さあ最終3コーナー、逃げる4番の木村、3番手から仕掛ける5番のコーナーには1番の坂本のブロック、内を2番の小川雄二ついていきます。4コーナーから直線です。1番の坂本周一に伸びてきた。1番の坂本1着2着争いどうか。7番の中澤と6番の坂田、2着体勢優勢7番車中澤か。第6レース SQ 一般戦の1組目です。4番の木村光輝、2社でも果敢にかけました。3番手確保、5番の小田でありましたが、1番の坂本が小さな動きながらも効果的に的確なブロック見せました。2番の小川は内に進路を取ったんですが、むしろ詰まってしまって、展開は1番の坂本、2着7番の中澤がよく伸ばしてきました。そして3着6番の坂田です。決定までしばらくお待ちください。第6レースでした。します。ただいまから佐世保競輪第6レースの審議 VTR を放映します。最終回第4コーナー付近からの内線踏切について2番選手を審議しましたが、前段外側の選手の影響もあり、また4番選手との接触を避けたやむを得ない走行で失格とはなりません。